国道1 4 5号起点付近埼玉県熊谷市、熊谷警察署前交差点国道1 4 5号終点付近、山梨県南駒郡藤川町坪川大京南、交差点国道140号は埼玉県熊谷市から秩父市を経由して、山梨県南駒郡藤川町に至る一般国道である。埼玉県北部の熊谷市から同県秩父地方を経由して、 山梨県と甲府市に至り、1993年に編入された区間を経て、道県藤川町の国道を52号交点に達する。国道に指定されてから1998年までのおよそ半世紀にわたり、埼玉、山梨両県の間に普通区間を抱えていたが、仮坂トンネルの開通に伴って往来が可能となった。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲店及び経過値は次の通り、道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。国道指定当初は山梨県甲府市から埼玉県熊谷市に至る路線として指定された。1993年に奇襲店を交換し、甲府市道、伊沢町道、一般県道15号、白井河原八田線の一部、 主要地方道8号沿山市川大門線の一部、一般県道95号東南湖市川大門線、主要地方道26号増穂ホワカ線の一部を、それぞれ編入して、熊谷市から甲府市を経由して、山梨県南駒郡増穂町に至る路線となった。仮坂トンネルが開通するまで、仮坂峠の全国区間で登山道が国道指定されており、 開かずの国道と呼称されていた。また、登山道上に公衆便所が設置されており、通路を通過する形となっていた。しかし仮坂トンネル開通以前においても、秩父市内の案内標識には、交付と記載されていた。くけたトンネル、埼玉県側の秩父湖付近で、中津川沿いのルートと秩父湖沿いのルートの二つに分かれる。秩父湖沿いのルートには、二瀬ダムを渡る。 埼玉県道278号秩父、玉貝国立公園未部線との交差点がある。2013年7月31日までは、交差点が、九桁滝トンネル内にあり、国道交付方面と県道との間では直接、行き来ができなかった。また、道トンネル自体が内部で行き違いできない、境外地だったため、トンネル入り口で信号機による交通制御を行っていた。 翌同年8月1日にトンネルの南側に沿う形でバイパス開通し強用されたため甲府方面からでも行き来可能となり駒ヶ滝トンネルは閉鎖されたさらに西へ進むと途中で荒川の源流沿いを走るルートと土地元集落内を走るルートに分かれるこの二つも急道で長らく国道を指定されていたが荒川源流沿いルートは2018年に 秩父市に移管された、土地元集落ルートは、集落の生誕で、中津川添いルートと合流する。ただし、先ほどの同交差点より、甲府方面は、京愛寺、かつ、土地元集落の生活道路となっているため、秩父市外方面と山梨方面を通過する車に、対しては、前日のバイパスである中津川添いルートへ、誘導するような形で標識で、案内されている。 埼玉県内の熊谷市大麻生大里郡、より市町の中小前田交差点までの区間は、国道1 4 5号バイパスが走っている。国道1 4 5号バイパス、埼玉県深谷市町在家埼玉県京埼玉県、秩父市大滝トンネル協領道の駅休憩施設、埼玉県秩父市荒川白区埼玉県内では、奥秩父の入り口まで荒川及び、 秩父鉄道秩父本線と並走し、幾度か交差する。秩父と甲府間の仮坂峠を仮坂トンネルで越えるワインディングロードは秩父玉街国立公園の荒川や笛吹川の源流域にあり、複雑な地形の稜線や渓谷の森は新緑と紅葉の美しいところで知られる。埼玉県側の秩父盆地から仮坂峠まで荒川に沿って、 深い谷間を走り、道路からこの奥秩父の山並みが展望できる。奥秩父の大滝地区では、中津川沿いのバイパスと、荒川、秩父湖沿いに、秩父王館と呼ばれる、歴史街道の旧道に、ルートが分かれ、旧道側は、秩父湖山腹の急斜面に沿って、さらに二つのルートに分かれる。バイパス道沿いの滝沢ダム前に、大きなループ橋、来二26目標があり、 ここでは森林地帯の中にある滝沢ダム本体とループ橋の人工美を見ることができる。一方で山梨県側の西沢渓谷も新緑と紅葉の観光名所で知られ、笛吹川の深い谷に沿って広瀬ダムや滝をめぐる散策路がある。また、広瀬ダムから山梨市街地方面へ向かう道はどう農園の農村地帯の中を走る。ありがとうございます。